こちらはドイツのバンサルトとそれからイタリアのスカピンの試合です。今のこの技でちょうど技ありがそうです、ね、イタリアのスカピンに入りました。白がイタリアスカピン、向こう側青がドイツのバンサルトです。押しているのはバンサルト、イタリアのスカピンの方が技ありのポイントを取っています。青のバンサルトとしては攻めなくてはいけません。大外から釣り手から背負っていこうというところです。残りが2分を切りました。女子70キロ級の3位決定戦です。上野は残念ながらホウエイに敗れて銅メダルには手が届きませんでした。もう一つの3位決定戦です。さあブルーのユニフォーム、あーブルーの柔道着のこちらバンサルトとしては攻めなくてはいけません。そうですね、技に取られてますんでですね、はい、でもスカピンもうまいですよね。そうですね、うまい柔道しますね、はい、相手に十分持たさずに、はい、自分で攻めていきますね。さあ関節技に行こうというバンサルトです。まだ時間はあります。残り1分20秒、スカピンの方は今年のヨーロッパ選手権では2位、ウェルブルックに敗れて2位になっています。そしてこちらバンサルトはヨーロッパ選手権今年です。今年のヨーロッパ選手権は3位でした。ドイツ国際で優勝しているのがこのバンサルトです。まあ、その意味ではヨーロッパのこれ強豪同士ということになりますね。そうですね。さあバンサルトがリードされています。青のユニフォームバンサルト持って技をかけたいところ、なかなか釣り手が引けない。内股、お内刈りから内股に変化していきました。上に乗っているのがスカピンです。残り1分を切っています。勝った方が銅メダルです。バンサルトはまだポイントがありませんですね。しっかり持ってかけたいところですが、はい、スカピンはうまいですよね。十分に相手にこなせないですね。そしてその後技を返していくんですね。こちらがスカピン、今年のヨーロッパのナンバー2とナンバー3の対戦になっています。さあ背中バンサルトがリードされています。大内刈り、大内刈り、スカピンの大内刈りは待てがかかりました。場外まで行きました。スカピンが組み勝ってますよね。そうですね、はい、いい形で技も出していきます。残り30秒というところ。さあここからバンサルト勝負、ポイントとしては技ありを持っているスカピンが大きくリード。大外を下がりやすいです。内刈りポイント有効。いや技ありに変更、これで合わせ1本です、ね、スカピン合わせ技1本、銅メダルを獲得です。鮮やかな小内刈り、本当に技を出す瞬間のスピードが速いですね。いいタイミングで入りましたですね。もうバンサルトがなんとかこういいところを持って技をかけなきゃかけなきゃとしているその隙なんですね。そうですね。さあその小内の VTR ちょっと足元が見えませんが、やっぱりスカピンがですね組み勝っている部分ですね、技が出ますよね、はい、そうですね、はい、これで女子の70キロ級3位決定戦は勝ったのがスカピン、そしてイギリスのホーウェイと。残念ながら日本の上野は銅メダルに手が届きませんでしたが、しかし